まあね。どうする。メサイア。やるぞ。このまま押し切る。安全だ。いい感じだな。どうする。プリンス。よし、気を抜くなよ。
いていこう。王者の魂をここに。覚悟はいいか。じゃ、まっすぐこのために。強雷の力。キルケンベルグの攻撃が邪視で見えます。力を合わせましょう。加減はしない。イカズチよ。弱点に命中。貴族としてファイター。当たれ。攻撃綺麗に入ったね。行くぞ。とどろけ。しっかりこなしてみせます。しっかりオンに切る。大丈夫。王者の魂をここに。正義の。はぁ、我が正義にかけて。キルケンベルグの攻撃が弱点に命中。お覚悟を払いますよ。こいつ負けるか。体が私はまだ立っているぞ。このままでは。みんな体力少ないよ。とどろけ。回復できないの。体がだるい。ファイター。切り捨てる。トロールのトーマに侵されてる。まだ終わらせるから危険だよ。ここは私の。ありがとう。助かった。プリンス、イカズチよ。弱点に命中。体がだるい。ファイター叩き切る。攻撃綺麗に入ったね。ドロールも入った。ストロールがやられた。誰か手当てを。ストロールが戦闘不能。まっすぐ人のために。誰か気づきたい。皆女王の魂が私に力。助かった。加減はしない。とどろけ。弱点に命中。そうだ、王者の力この身に宿れ。高みを目指す。成長したか。どうやら成長したようだな。あの、たく、けど
見て。すげえな。いいわね。どうする？カンフーマスター！サムナない加減はしない。突きやれろ。貴族としてファイター。切り捨てる。相手をよく見る。我が正義にかけて貫け。諦めるわけには。結構優先して。お覚悟。ここは私の。頼りにしてる。さすがだな。落ち着いていこう。誰か助けて。この力で。落ち着こう。下手してはダメよ。他の攻撃で攻めて。最善を尽くさないとな。手加減は何だ。攻撃を使用。入ったね。癒しの力。我が信念は俺。隠れてきシュルケンベルクがメサイヤ。誰か助けてあげて。癒しの力よ。オンに切る。助かりました。さて、悪はただ叩き切る。多分顔を見せます。
らな信念は俺癒しの加減はしない光よセール吐いた往生際が悪いそんなものこれほどか優先してこれが我が剣剣よ動けみんな体力サムナーよ誰か回復できないしっかり助けたよありがたいすまぬだから輝け強い手加減はなしだな信念は俺王者の魂をここに恩に決めたありがとうございます助かったさて覚悟はいいか突き抜けろ回復を優先して倒された手当てお願いここは私が我が信念は俺この力で立て直すできないのありがたい助かりましたすまぬ最善を尽くさないとな助かったみんな体力少ないの光よ残ったさてどうするか悪はただ貫く今度はたくさんここまでは分かるこいつ負けるか何かあるかシルムが倒されたすまない。不安に向き合う。これで終わりか。片付いたな。
死に備えて。この力まだ強くなる。これで終わったか。この力どんどん育ちます。よし、弱点をついたわ。さすがだな。キャッチ、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 キこのままおつけ。ここは私の。いけるいけるよ。せっせっせっお見事です。せっ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 決勝は片付いたわ。お疲れ様。一気に攻め。やるわね。どうだ、このまま押し切るか。どうだ、一気に攻め。どうだ、一気に攻め。どうだ、ここはもう安全だ。力の敵は残ってね。よし、任せて。実は…いや…おう、おう、わかった。さて…
注意しろよ。キャッキャッハッ、すごいです、すごい、キャッキャッ、まだ強くなる、キャッよっ、どんどん進めましょう。この力どんどん育ちます。せっせいけ、このまま押し切る。効いてる、いけるよ。キャッ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 、良いものを見つけたら、もらっておくといい。使えそうなものはもらっておきましょう。一気に蹴る、お見事です。お前すごいな。このまま押し切る。一気に蹴る、いらねえ。能力はあがったみたいだ。決勝は砕けた。もう安心だ。これで結晶が片付きましたね。このまま押し切る。いけるよ。まだつどうする。なるほど、興味深い。これはね、いいか、行くわよ。まだまだ上を目指すわ。
本当にここまでやってくると。あのね、自分が何しようとしてるか考えてみなさい。理不尽が憎いのはわかる。だがルイ、ここまでするのはなぜだ。お前がエルダ族で焼き討ちを味わったからか。これ復讐？クダ、一つの種族の全てを嫌い根絶やしにしようなど、犠牲者だけのトガではない。顔の見える数人の首だけ跳ねて留飲を下げるなど、まさしく理不尽。そやつらの下ならどうしてだ。ためらいもなく全国民を巻き込むなど。確かに私は古戦郷の生まれだ。エルダ族は全ての真実を知りながら隠れて暮らしてきた。掟のようにと、そんな時だ、里の外から。それって、奴はなんと王族でありながら全ての種族が等しく手を取ることを夢見る理想か。幼き日の私は初めて夢を抱いた。外の世界にも、あのほの暗い森を出て開けた土地で広い空を眺めて暮らした。だがその後古戦郷に何が起きた。踏みにじられ、火が放たれた。大勢の同胞が何が起きたかもわからぬまま炭になっている。誰が憎いだの、何が悔しいだの、そんな次元の出来事ではない。ただただその圧倒的な理不尽、身勝手な蹂躙。なんという、故に命に変えてもこの国を衛生の公平の地にするため、人々皆が王爵に押し付けてきた不安、自らの責任を他人に負わせる卑怯は一切まかりならん。そんなことが決してできぬ世界の創造、それこそ我が王の魔法だ。別のやり方があるはずだ。復讐に取りつかれないのは大したもんだけど、だからって。ルイ、お前が目指すその国は悪が許されない国じゃない。お前は結局今も囚われてるんだ。故郷が炎に包まれた夜にな、自分自身のその不安と向き合えない限り、お前は。いいだろう。もとより力の秩序を掲げる私だ。アーキタイプはお前たちだけの力ではないぞ。王爵を得たこのルイに。なんだと。お前たちのまだ知らぬ秘宝を見せてやる。来い。互いの目指す世界をかけた勝負だ。今この国に渦巻くかつてない不安、すべて我が新世界のなすすべもなく見ているがいい。あなたの理想のために必ず倒そう、あいつを。この敵は力押しじゃ勝てないよ。デサイア進め。大丈夫。プリンス、王者の力この身に宿れ。みんな無事か。英霊の力をとどろけ。受けるがいい。おっ、受けるがいい。逃げ回ってどうなる。私だって払いますよ。おお、行くぞ。
貴族としてファイター。叩き切る。きれいに入ったね。ナイト強雷の力よ。メサイア癒しの力を任せよ。オンキュー、すまぬ。くらえ。みんなを助けなきゃ。加減はしない。これ正義ファイター。どう、我が正義にかけて。私が決めた。しっかりして。みんなメサイア進め。強者の光。恥ずかしくない戦いをする。行くぞ。氷よ。受けるがいい。これほどか。受けるがいい。苦し紛れだ。覚悟はいいか。切り捨て。攻撃きれいに入ったね。行くぞ。とどろけ。行きます。ここは私。ありがとう。さすがだな。助かった。王者の魂をここに。王者の力この身に宿れ。その程度か。よく狙って。受けるがいい。おっ、命令の力を打ち砕く。皆が見ている。私だって払いますよ。大丈夫。これ覚悟はいいか。どう、綺麗に入ったね。ナイト、やるぜ。破壊する。受けるがいい。残念だな。ってどうなる。やるわね。力ある者に勝つだけだ。王者の力この身に宿れ。ナイト、理想のために。強雷の力よ。いいぞ。貴様の全てをかけて挑んでこい。その渾身の思いを正面から叩き潰す。無駄なことだ。受けるがいい。苦し紛れだ。使いこなしてみせます。癒しの頼りにしてる。オンキュー感謝する。恥ずかしくない戦いをする。王者の魂をここに。氷よ。幻想の覚悟はいいか。私が潰してやる。ナイト、理想のために。とどろけ。しっかりして。無駄なことだ。何の技を。食らえ。ちょっと、マグラよ、集え。すごいマグラがルイに集まってきてる。あれをそのままにするのはまずいよ。なんとか攻撃。攻撃を集中して。メサイア、大技を打たれる前に払いますよ。かー、これ悪はただす。なすべきことのために。たまったマグラが散っていくわ。絶望するがいい。受けるがいい。おっ、私に力を。
すがだな。すまぬ、この力で氷を。さて、覚悟はいいか。切り捨てる。攻撃綺麗に入ったね。死の誓いとともに、やるじゃない。ナイト強雷の力いきます。進め、超過ブース。この程度か。ユーファーしっかり。無駄なことだ。くらえ。プリンス、これ最善。ファイター。幻想など私が潰してやる。ナイト、とどろけ。全力を尽くします。私だって払いますよ。無駄なことだ。受けるがいい。加減はしない。氷よ。まだ耐える。王者の力、この身に宿れ。あと一息か。みんな英霊の力を。強雷の力。倒しきれんか。なかなかやるな。いきます。進め、超過物まだ健在です。無駄なことだ。くらえ。はじこれして、こんなもの入ってどうなる。やるじゃない、隊長。プリンス、これ強い。正義の覚悟はいいか。貫く。表情際が悪い。なかなかやるな。そのために。思ったよりやるな。皆が見ている。メサイア、ここは私頼りにしてる。オンに切る。助かった。無駄なことだ。くらえ。ヘイ、プリンス、氷よ。まだ耐える。はぁ、思ったより耐えるぞ。我が正義にかけて貫け。まだ耐えるか。なかなかお覚悟。だが払いますよ。すみません。王道、この力で協力しよう。もっといい手があるはず。王者の魂をここに。ちょっと詰めるよ。連携しよう。行け。全力で行くよ。死など恐れない。だが力がついたな。力がついた気がします。成長した感じがするな。それ私じゃない。どうやら今の私を王爵に集まるマグラが予想以上に減っている。だがあの日決めたのだ。たとえ歴史に破壊の王と書き残されようとも。このルイの慢心であった。身を切ってでも死力を尽くさねばお前たちに引導を渡せぬようだ。頼れ。
ましい魔力だ。我が理想の邪魔は待っ、まだ王爵はルイが持ったままよ。クソが、もう地上へ戻って立て直す時間はない。夜が明けるまでに。おう、お前ら、ルイの野郎凱旋し、ああ知ってる、無理言うな。そんな言ってらんねえか。帰り道のために取っといた余力で飛ぶ。今度ばかりは本当に腹をくくった。急いで乗れ。あそこ見て、こんな時に。待って、数すごいこと。足止めでしょうね。無理らしくないが、今度ばかりはなりふりかも。待て待て、こっちはもうズタボロなんだ。そんなすぐにはどうしましょう。先に凱旋車に乗っていろ。俺たちで離陸までの時間を稼ぐ。なら一緒に戦う。ダメだ。凱旋車が無事に飛んでもお前に何かあればすべて。心配するな。みんなもそれでいいな。まあ付き合ってあげるわ。誰も言わなければ私が同じことを。つーか飛ぶ準備の間全員ぼさっと中にいても無駄だしよ。ニューラス頼んだぞ。さて、やるか。守りきるぞ。Yeah!
全てを失いながらもなおここまでたどり着くか。だがお前は私を拒んだ。私も横着をくれてやるわけにはいかぬ。最後に聞こう、お前は私を止めたいのか、それとも王になりたいのか。本音はどちらだ。お前を止めたい。そうか。では私も死力を持って潰さねばなるまい。しかしそれも今やせんなきこと。王家の血筋もアーキタイプもここに途絶える。さっきから聞いてれば、何が新しい時代よ。彼の何がわかんの。あんたは夢を信じられない。だから地道なこと、複雑なこと、それで全部諦めますってだけじゃないの。あんたなんかに絶対負けない。あんたなんか次の世界に逃げ出したいだけの。もはや言葉は。是非もなし。タイプの神髄の力、その程度か。強さが増してる、こんな短い間に。これが王爵を得るということだ。もう抗う。言っただろ、私はお前に島では望んでいない。改めて受けよ。我が新世界にふさわしい姿となるがいい。ほう、もはや瞬時には強化せぬ。ではさらにマグラをくれてやる。何？you
目が覚めたか。僕が君を呼び寄せた。間一髪さ。自分が何をしたか覚えているかい？確か。全く驚きだ。術を逃れるためとはいえ、あんな手に出るとは。私が救っていなければ。だが安心していい。もう君は、初めて会った時のことを、この場所が世界のどこなのか、いずれ君が旅で手がかりを見つけ出すに違いない。でもね、ここはね、この世のどこでもなかったんだよ。ここは現実と幻想の狭間だ。つまり我々が今まで過ごしてきた世界こそ幻想。旅は全て幻。あの世界には絶望しかない。もう良くはならない。私は理想世界を作り出せると信じてきた。思いさえあればいつかそれを成し遂げる者が。しかしそれも間違いだったことに気がついた。幻想はやはり幻想のままだったんだ。だがそれはあの世界でのことでしかない。本当の現実はあんな動乱の地獄じゃない。というよりそこは君もよく知っている景色さ。すでに知っているはずだ。さあ。これは。そうだ。僕が表した小説に描かれた世界。君が今まで幻想と思っていた世界こそ現実なんだ。あの世界が全て幻想で、小説の中の世界が現実。よく知っているだろう。ここには危険な魔法も歪んだ差別も存在しない。さあ、あとは君が今までの全てを幻想に過ぎなかったと認め、ここから踏み出せばこの現実の住人になれる。革命の旅などひとときの夢物語だったのさ。僕と共に現実へと帰ろう。そんなことが本当にできるのか。何も心配しなくていい。ここを現実だと認めさえすれば、あの世界はもう変われない。転機となるはずだった王の魔法も全て無駄に終わった。結局民衆が選ぼうとしているのは変化じゃない。増していく自分の不安をルイが終わらせようと考えたのも無理はない。そんな哀れな世界が現実でいいはずがないだろう。だとしても。ねえ、気づいて。やれやれ、まだ信じられないという顔だね。不安を燃料にして何でも叶えてしまう力、魔法、そんなものあると思うかい？アカデメイアに異質な品々があったのも現実へとつながる場所だったからだ。それでも僕の言葉を信じないっていうのか。どうしてだ。ここはどうしてだ。勝ち目のないあんな戦いに何の未練がある。現に君は私が救わなければ死んでいたんだぞ。報われない正義感で恐れや不安を追うな。全て幻だったんだ。それでいいじゃないか。この場所こそ普遍の現実。現実は変えられないものだ。だからここにいよう。小説に描かれたこの理想郷に。ここは君は否定するのか。いつもの魔法かけてあげる。気休めくらいにはなるでしょ。この世に初めて生まれた魔法は音楽なのよ。どう？乗ってきたでしょ。
間たちも。なぜわからない。そうか、そういうことか。理想を夢見たにもかかわらず、すべてを失った。アカデミーよ、現実は重い。まして世界など、到底変えられない。だから私は、もはや、あなたは、私か。我が名は、ユトロダイウス五世。この国の王であったものだ。正しく、その半身といったところか。お前がかつて、王子の半身として別の姿であったのとまさに同じ魔法だ。そしてこれは確かに現実ではない。お前が持つ本の中でこの若い姿はかつて古戦郷を初めて訪れた頃のだ。切り捨てられたリス、あの頃の私は理想に燃えていた。無限とも思える長い間繰り返されてきた争いだが、世界という途方もない無理解と理不尽、私は打ちのめされた。私はあの絶望からお前を救いたい。今ならばわかる。ここにいれば少なくともお前は助かる。それでもここを出て変えられぬ現実に命がけで立ち向かうというのだな。このままここにいたら、ルイに今まさに敗れようとしているお前自身こそが現実を変えられぬという証ではないか。お前の命をあんな男にくれてやるわけにはいかん。止めねばならん。現実を教えてやろう。お前を いつか一緒に旅をする、あの約束も叶わぬ夢。アーキタイプは世界を変えようとした英雄の力。その力を極めたお前でも小説にしたためた理想を妻の死をもって砕かれたのだ。夢などにうつつを抜かし、みすみす命を捨てるのはよそ。やってみないとわからない。理想が破滅を招くとなぜわからない。あの世界で理想郷は作れない。現実を受け入れろ、我が息子よ。この力で、これで、あくまで現実世界で抗おうというのか。お前のために書いた小説が、あの私の過ち命を縮める劇薬になろうとは。ならばその万有、これもお前のためだ。現実を見せてやろう。プリンス、痛みが長引くだけだ。プリンス、燃えろ。致し方ない。おとなしく、なんと、行くぞ。炎よ、幻想の物語の中にこそ理想はある。理想郷を夢見たお前に否定する理由など致し方ない。これもお前のためだ。加減はしない。引き分けろ。痛みが長引くだけだ。この力で、燃えろ。なぜだ。私の一番の読者であるお前なら致し方ない。おとなしくしてくれ。王者の魂をここに。何だと。これが理想へと邁進する真の力なのか。
なんという力、わずかの間にそこまでお前を突き動かす原動力は何なのだ。今戻っても志なく諦めたくない。あなたのようには。諦める、理想を癌として捨てぬその覚悟、ここに閉じこもった私とはち、その力、お前はどんな時も諦めなかった。あらゆる壁を乗り越え、あまたの英雄像を集め、三つの国、八つの種族、そして人間、分かたれたあらゆる英雄たちの力を束ねし、キングのアーキタイプに。聞こえるか？おい、なんと、お前を呼ぶ声がここまで。お前はお前だけ。まだ戦える。お前を支える者たちの意志、それぞれの道をなさんとする力、不安と向き合うことを忘れれば魔法は滅びを招く。その戒めは、アーキタイプとは、破滅を防げなかった古き人間たちが残した願いなのかもしれんな。やってみたいんだ、自分がどこまでできる。なるほど。現実がいかに変えがたいとしても、自分が何を成し得るのかさえ。そうか、私が想像し得なかった。現実へ戻れば、もはや幻であるここは消えるだろう。私自身も例外ではない。だが、私がお前の父の掲げた理想だというのは、消えゆく前に託そう。モアとしてではなく。聞いてくれ。つまり、だが、ああ。そういえば、やあ。
ー